今回はですね、5月のメダカ水蓮ビオトープ、こちらね、やることまとめということで、5月にですね、メダカビオトープ、それぞれですね、ハス、水蓮、水草、メダカですね、メダカちょっとこの辺いないな、メダカですね、こちらの、5月の、やるべきこと、やっとくことの、まとめを、紹介していきたいと思います。この動画を見ればですね、メダカ、水蓮、ハス、ビオトープですね、全般的に5月はどんなことに注意して、どんなこと、どんなお手入れ、管理をすればいいかね、分かりますので、ぜひね、動画最後まで見ていただいて、5月の、メダカ、水蓮、ビオトープ、エンジョイしてみてください。それぞれね、詳しく解説していきます。まずハスからいきますと、ハスはですね、多分5月になってくると、もうこんな感じでね、葉っぱだいぶ出てくると思います。お住まいの地域によってバラバラだと思うんですけど、最初はこんな感じのね、浮き葉みたいなのがいっぱい出てくると思います。でその次にこんな感じでね、立ち上がった葉っぱですね。立ち上がった葉っぱで、この葉っぱのとこがトゲでギザギザしてるような葉っぱが、こんな感じで立ち上がってるやつですね。がだんだん5月になってくると出てくると思います。そうするとこういう葉っぱが出てきたら、追肥ポイントですね。追肥をしてあげてください。ただ、自分のとこみたいに初めに元肥を入れている場合は、追肥はしなくていいです。元肥を入れてない方だけ、追肥をしてください。追肥のやり方とはね、また後日動画で詳しく、解説すると思いますので、今回は、ざっくり追肥するよっていうだけ伝えておきます。追肥も別に急がなくても大丈夫なんで、その辺もね、また後日別の動画で、詳しく解説しますが、ハスは立場が出てきたら、元肥を入れてない方だけ追肥っていうイメージですね。なのでそこまでね、がっつり作業っていうことはないですね、ハスは。で次、お次はどうしましょうかね。水蓮いきますか。水蓮はですね、5月になってくるともういよいよね、開花シーズンに突入ということで、水蓮農園でもね、こんな感じで水蓮咲いてます。これは水蓮農園のね、オリジナルの実生から出てきた水蓮ですし、こっちにですね、これがね、ちょっとね、ちょっと見てほしいんですけど、うわすごいなこれ、見てください、このお花畑状態。これね、エゾベニヒツジグサの交配種のカスミなんですけど、インスタグラムでね、活躍してる吉郎さんが作ったオリジナル水蓮なんですけど、めっちゃ咲いてるな。見てください、これ。1、2、3、4、5、6、7に咲いてます。これ2株入ってるんですけど、こんな感じで水蓮がね、めちゃくちゃ開花シーズンになってきます。なので、水蓮はですね、これお手入れ大変だなと思う方いるかもしれませんが、特にお手入れしなくて大丈夫です特にね、お手入れの必要はなくてですね、多分もう皆さん自分の動画見てよかったらと、もうこんな感じでね、植え替えてもらってると思います。なので、小株がなくて、まだこれちょっとあんま成長スペースがないですけど、成長できるスペースがある。うわこれも可愛いな。これももつやなんですけど、めっちゃ咲いてきてるなっていうね、状態になってると思うんで、なので特にですね、もう植え替えてもらっている方は、お手入れの、必要ないです。でこっち今用も咲いてきてます。見てください、これちょっとね、休憩を挟みますけど、めっちゃ綺麗じゃないですか。めちゃくちゃ綺麗ですね。ということで、なんで水蓮もね、別に、特にね、お手入れの必要ないですけど、ただその春にですね、いや意外とうち大丈夫だよ、植え替え必要ないよみたいなね、油断してた方で、なんか意外と葉っぱ出てきたら、いや意外と結構モリモリじゃんっていう方も、いると思います。どうしよう、今植え替えても大丈夫かな、つぼみあるけど植え替えても大丈夫かなっていう方もいると思うんですけど、そういう方はですね、例えばこれとかもそうなんですけど、意外と自分も大丈夫かなと思ったら、脇芽がね、結構出てきてて、脇芽からもつぼみ出てますね。これピンクスパークルなんですけど、こういう場合は5月でしたら別に植え替えちゃっても問題ないです。ただね、このつぼみはもしかしたら、ダメになっちゃうかもしれないですけど、これから本番に入る6、7月ですね、にまだガンガン咲いてきてくれますので、今の時期だったら植え替えてもらえば成長も早いですので、ちょっとね、植え替えし損ないちゃってるっていう方も植え替えしちゃっても、大丈夫です。その際がっつりですね、根を切らずにスライド式植え替えみたいな植え替え、ダメージのできるだけ少ない植え替え方法とかもありますので、スライド式植え替えとかでやってもらえば大丈夫です。その辺もまた動画出そうかな、早くね、見たいよっていう方は過去動画でスライド式植え替えの方法とかもね、アップしてますので、そちらをね、参考にしていただければと思います。なのでね、ハス、水蓮もそこまであれですね、やることはあれなんですけど、お次にね、メダカですね。ここからはですね、もうメダカシーズン本番ということで、メダカがね、やることがね、多いですね。まず第一に、もう餌はね、がっつり、こんな感じでね、あげますね。餌をがっつりあげてもらって、この時期ですね、あと大切になってくるのは、水温がね、結構上がってくるので、水替えですね、水のね、痛みも早くなってきますので、メダカの餌食いが落ちたなとか、だいぶね、見た目とか感覚になってくるんですけど、水の汚れがね、通常よりも早くなってきます、春先よりですね。なので、適度な水替えをしてあげてください。餌もね、こんな感じでね、結構いっぱい食べていっぱい当たるので、水替えはね、必須ですね。
あとはやることとしては、まあ、これからですね、もう産卵シーズン本番ということで、ブリブリ卵を産んでるじゃないですか。あんま産んでないな、こうのメダカこういう時に限って産んでないですね。こういう時に限って産んでないんですけど、卵を産み始めてきますので、採卵をねしてください。こんな風にね、卵がいっぱいついてると思うんで、あ、ちゃんとついてるな、こっちは。これね、今の流れ的に卵いっぱいついてるんでねって言って、いや、全然ついてないやないかいみたいなやつをやろうと思ったんですけど、ね、めっちゃついてるな。もう産みつけたのかもしれないですね。こんな感じでいっぱいついてると思うので、こういう卵を採卵ですね、採卵してあげて、まあ、こっちにも、取ってあるんですけど、まあ、こういうこっちのバケツとかこういうビオトープにですね、卵を隔離してあげて、採卵してあげてください。こちらの採卵方法も詳しく解説した動画ね、過去でアップしているので、気になる方は、ね、そちらをご覧になってみてください。で、そうですね、そっちで詳しく採卵方法を解説してます。で、採卵するとですね、こんな感じで、もうこの時期になってくると見えます、ハリコめちゃくちゃ返ってきますよね。すごい量のハリコ、これ多分親抜きしたのかな、親抜きしたと思うんで、多分めちゃくちゃハリコいると思う。めっちゃいますよね、ハリコがめっちゃいます。ということで、こちらハリコが返ってきますので、まあ、ハリコの、まあ、お世話ですね、ここがね、多分ね、一番重要かな。5月になってくると、このね、ハリコの育て方がね、なかなか、まあ、コツがいるんで、まあ、こちらの動画もハリコの育て方みたいな動画、この前に出すかちょっと後に出すか分かんないですけど、詳しくね、解説またしますので、そちらでね、ハリコのガッツリ育ててください。まあ、簡単に言いますと、まあ、卵から帰ったら当園ではゾウリムシを与えて、あとはハリコ用の粉餌をまあ与えるだけなんですけど、そこもね、まあ、初心者の方だったら普通にこういうバケツとかでもハリコ、まあ、メダカね、結構簡単なんで、あと粉餌をね与えたり、親の粉餌をねすりつぶして与えたりするだけで大丈夫なんですけど、まあ、その辺の、ね、コツポイントもまた詳しくね動画出すと思います。なのでね、そちらで解説しますし、過去動画でね、早く知りたいよっていう方はそっちも紹介してますので、気になる方はね、そちらご覧になってみてください。なので本当メダカは大忙しですね。餌いっぱいやって、水替えやって、卵を採卵して、でハリコを育ててっていう形で、メダカはね、本当この時期一番重要になってくると思いますので、ぜひね、皆さんもメダカ、まあ、シーズン本番でね、一番楽しい時期ですので、そんな感じでね、お手入れして、お手入れっていうか、まあ育ててね、見てください。こんな感じでクライドアイキンスもね、めっちゃ綺麗に咲いてます。ということで、まあ、メダカはそんな感じかな。多分ね、この時期ね、一番大変なのはそのメダカのお世話ですね。こっちもハリコ見てください、これめっちゃこんな感じでね、帰ってくるんですよね、ハリコが。いや、いい時期になってきましたね。で、お次はですね、水草なんですけど、多分ね、ちょっと前の動画で、水草の、植え替え、株分け、差し戻しなんかのね、動画、めちゃくちゃ長編になってしまったんですけど、アップさせていただきました。今撮影してるのは10時半ぐらいなんですけど、気温 28.4 であります。暑いっす。撮影してて暑いです。まあ、こんな感じでね、水替えめっちゃしてますね、当園でも。で、そうなんです。で、水草なんですけど、多分そのままその時の動画でこんな感じでもう皆さんね、植え替えとかね、差し戻ししてくれたと思いますので、そういう方はね、もう放置で大丈夫ですし、まだねやってないよっていう方はね、ぜひそちらの動画見てください。まあ、簡単に言いますとですね、多分ですね、まあ、冬からねお手入れしてない方はこんな感じでね、もしゃもしゃになってると思います。なので今の時期だったらもうカットして差し戻したり、こういうのを株分けして植え直したりするにはね、水草いい時期です。今の時期やってもらえばもうすぐですね、成長してもっさもさになります。なんでもう6月とか7月ぐらいにはね、もっしゃもしゃの綺麗なね、水草になりますので、今の時期ね、水草の植え替え、株分けにはちょうどいい時期ですので、こんな感じで新しい新芽も出てきて、まあ、生きてる部分とね、死んでる部分がはっきり分かりますので、こういう死んでる部分は、がっつり除去して、生きてる部分を、さっき言ったように株分けとか差し戻ししてあげると、綺麗なね、水草、できます。水草あるかな、あ、こうありましたね、なんか小汚いとこばっかなんですけど、当園これとか差し戻し、差し戻し植え替えしたのかな、こんな感じでもう綺麗なね、ポット入りの、まあ、お店で売ってるようなね、水草になってますので、こんな感じのがね、もうすぐできてくると思います。植え替えてもらえばですね、まあ、今ねこの前撮影したこういう植え替えたやつとかは、植え替えたばっかのやつとかはですね、こんな感じでしょぼいですけど、これからね夏までにがっつりね成長してきてくれると思います。でこっちはねピンクポンポンがね咲いてきました。まあそんな感じですかね。なんでね、5月で特に重要なのは、まあ、メダカですね。でメダカもそうですね、5月になってくると気温上がったら、まだ暑さ対策はねしなくてもね大丈夫だと思いますね。まあ、5月っつっても真夏ほどの、ね、暑さじゃないんで、まあ、よっぽどですね、そのすごいコンクリートのとことかで朝から晩まで日当たるとことかだと、もう暑さ対策した方がいいかもしれないですけど、基本ビオトープである程度水深があって、こんな感じで水蓮とか水生植物と一緒に育てている方はですね、基本ね大丈夫だと思います。こんな感じでね、もう今もね当園では親抜きをして、
こんな感じでねやってます。親抜きしてます。こうとかもね親抜きしました。スイレンもねいっぱい咲いてますんで、ちょっとですね最後まあ、お別れがてらにですねスイレンを見つつ、お別れですね、この動画を締めたいと思います。本日も動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。こちらね花がめっちゃ綺麗に咲いてますね。見てください。これ開花もう3日目か4日目ぐらいですね。こっちはね開花初日ですね。このグラデーションめっちゃ綺麗ですよね。本当いつもね、コメントグッドボタンありがとうございます。こちらピンクピオニーなんですけど、これ終われないなこれ終われないですね。ピンクピオニー、これショート動画でアップしたんですけど、めちゃくちゃ可愛くないですか。この花めっちゃ可愛いですよね。めちゃくちゃ綺麗です。もう咲いててちょっとねなかなか終われないですねありがとうございます。今もですねこれはちょっと終わりかけだからいいや、今もですねヤフオクでスイレン水生植物絶賛販売中ですので、ぜひねヤフオクカズメダカスイレンビオトップ検索してみてください。今年からですねヤフオク以外でもスイレンの絵の、ね、メールアドレスやツイッターインスタの、ね、DM からもね直接購入できるようになりました。こちらチャオサオナティですね。なのでですね、直接ヤフオクやってないよっていう方もですねそちらからね直接、購入できますので、ぜひね、そちらからね、注文してみてください。ムーンダンスですね。これはムーンダンスも、ね、咲いてますね。で購入方法のね詳細はですねツイッターとかインスタでしたらピン止め、投稿してありますのでそちらから確認いただくのと、スイレンの絵のメールアドレスから購入するよっていう方は、概要欄にですねスイレンの購入方法っていう動画も、概要欄に貼ってありますのでそちらからご確認いただいて、スイレンの絵のメールアドレス最後ヤフーになってるやつですね、ヤフーになってるとこから、注文してください。こちらねゴンネールとこっちシャノンなんですけど、もうピンクコンビがね綺麗に咲きましたね。美しい。こっちダーウィンもね咲いてくれるとねいいんですけどね、似た感じのちょっと並べてあります。で店舗販売ではね大阪にあります箱庭物語さんや静岡県にありますね赤玉ちゃんのお店で自分のところね初スイレン水生植物絶賛販売中ですので、ぜひねお近くの方は足を運んでみてください。概要欄に住所と、ね、リンク貼ってますのでそちらからご確認ください。こちらはコンケラーですね。これも開花3日目ぐらいなんですけど赤がね濃くなってきましたね。でサブチャンネルの方ではね観葉植物チャンネルもやってます。観葉植物好きな方はね、ぜひねそちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。うわマニーレッドがめっちゃ綺麗だ。ちょっとこのマニーレッド、あーでもこれマルリアキアフランメアをちょっと見て、だいぶね終わってきましたけど、ま、見てくださいこのフランメアのつぼみの量まだこんだけあります。見てからのこれっすよ。これめちゃ綺麗じゃないですか。このマニーレッドめっちゃ綺麗。ここまでねまだ見てくださってますかね皆さん。もうね結構ねエンディングで離脱したかもしれないですけど、最後の最後にですねこの綺麗なねマニーレッドを見れた方、最後まで見てくれてありがとうございます。最後まで見てくれたのでねこの美しいマニーレッドが見えましたね。ということで最後と言いながらこっちにちょっとも咲いてるのを見つけてしまったのでこっちがね姫スイレンのピグマエアルプラですね。これねめっちゃ可愛いですよね。見てください。これこんなちっちゃいですよ。こんなちっちゃいですけど花上がりはね良くてもう3輪目ぐらいかな。これもね姫スイレンもね可愛いですよね。まあこんな感じでねスイレン農園お花いっぱい咲いてきてますので、そろそろねスイレン農園も一般公開もしてっていいかな。このぐらい咲いてればどうですかね皆さん。まあもっとシーズン中はねもっと咲くんですけど、これぐらい咲いてればね結構いいなと思いますので、またその辺のね案内もしたいと思います。ではまた。